出発反応標識とは、日本において列車の出発合図や出発指示合図を行う係員に出発信号機の現時を表示する鉄道標識である。レピーターと呼ぶ鉄道事業者もある。また、以前は、進行信号現時関応等もしくは、出発信号現時関応等と呼ばれていた。新富士駅一番ホームの出発反応標識。 新今宮駅4番乗り場出発反応標識主に出発合図や出発指示合図を行う係員が出発信号機の検時を確認することが困難な駅や信号所で出発信号機の手前で係員から確認しやすい位置に設置され信号機が進行を指示する信号を検時している時に点灯する駅構内のホームの屋根支柱に設置される場合のほか。 駅構内に自立した柱に設置される場合もある。JR 線に設置されているものは、黒い円筒形の筒の端面が白く、または LED の場合は白色に変えて、緑色と赤色の組み合わせで発光する。JR 線の場合、車掌や運転取扱者がこの標識を見て出発合図、出発指示合図を出す。よって、曲線ホーム等の出発合図者。 出発指示合図から出発信号機が見えにくい停車場内では一つの出発信号機に対して複数の出発反応標識が設置されている。また、例えば出発信号機が2本あれば出発反応標識も2個ある。JR 北海道の赤昌線では開業当初からほとんどの駅や信号場が無人であり列車は車掌の出発合図で発車するため 車掌が信号の源地を確認しやすいように出発反応標識が多数設置されている。ありがとうございます。